デルベの肖像ポーラン・ゲラン・モーリス・ジョセフ・ルイジゴ・デルベはフランス革命期の政治家。反革命反乱であるバンデの反乱に参加し、カトリック王党軍最高司令官の座に就いた人物。デルベは1752年、ドレスデンのフランス人家庭に生まれた。若い頃は、ザクセン公国軍で士官の座に就いていた。1777年にフランスへやってきて帰化した。 その後も、軍隊での経験を重ね、旧体制下でも、彼の戦略家としての名は広く知られていた。1793年、バンデの反乱の勃発に際し、ボープレオの上主に収まっていた。彼はこれに参加、カトリック王党軍の幹部となる。初代総司令官となった、商人出身のジャックカトリノとは異なり、軍属経験のあるデルベは、 反乱を土器で敵に挑むようなものだと評するなど、比較的慎重派であった。やがて、カトリノーが戦死すると、代わりに最高司令官に選出される。カトリノーは純粋な農民反乱を想定していたようだが、貴族であるデルベにとっては、この反乱は、応答派の乱としての側面も無視できないものであった。戦略家として名を馳せた、彼はリスクの大きい遠征を避け、 まずは、バンデ地方一帯に各たる地方を築くことに不信する。まずは、人事の刷新を行い、レスキュール、ボンシャンラを師団将軍に、アンリドラ・ロシュジャクランやフランソワ・ド・シャレットを将軍補佐するなど、軍の指揮系統を整備した。また、行政機構である最高評議会を設置し、責任者にベルニエ氏を置くなどして、体制の改革を図った。しかし一方で、 新人時に不満を持ったシャレットらの離反を招く結果、伴ってしまう。バンデの反乱における最大の激戦、それの決戦では、一時は共和国軍を町に追い込むなど前線したが、その結果市街戦に突入し、戦線は混乱。さらには共和国軍に不意をつかれ、大打撃を受ける。その後自身も重傷を負い、応答軍に退却を命じた。戦いの後、 カトリック王党軍は敵の追撃をかわすべくロワール川を北上するが、デルベはこの途中に療養のために戦線を離脱する。やがてのワールムティエ島のノワールムティアンリルで共和国軍に捕らえられ、1月6日に銃殺刑に処せられた。この時捕らえられた兵士1500名も一緒に銃殺され、足が不自由な状態だったデルベは椅子に座ったまま執行された。 ありがとうございます。